皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。アルペンアウトドアーズフラッグシップストア新宿店の広瀬が今回担当いたします。今回は私がおすすめする機能性ジャケットとその特徴を解説していきます。それでは本編スタート。アルペンアウトドアーチャンネルです。まずは防水と撥水の違いについて説明していきます。よく違いを聞かれますが、簡単に説明すると、撥水は水を弾いてくれる機能で、防水は水を通さない機能のことです。小雨程度であれば撥水機能だけでもある程度大丈夫ですが、大雨とかトレッキング行く際は防水機能付きがおすすめです。それではいくつか商品を紹介していきます。続いてはこちら、大人気のザ・ノースフェイスからマウンテンライトジャケットのご紹介です。コアテックスを採用した防水のシェルジャケットとなっております。こちら生地も70デニールあり耐久性に優れています。また内側にジップがついているので、こういった対応する商品を内側にくっつけて着られることができるジップインジップシステムという性能が備わっています。こちら内側にジップがついているので、対応する商品のジップと合わせていただければ冬でもより暖かく着られるジャケットになります。こちら3シーズンで活躍する大人気なジャケットです。着てみるとこんな感じです。すごく暖かくてフードもしっかりしているので着やすいジャケットです。続いてはこちら、ザ・ノースフェイスからベンチャージャケットです。こちらはノースフェイスが独自に開発したハイベントと呼ばれる防水透湿機能が備わっています。こちらのジャケットは他の防水透湿機能と比べてすごく肌触りが柔らかいので、コンパクトになったり持ち運びがしやすいジャケットになります。着てみるとこんな感じです。で、先ほど言ったみたいに、スタッフバッグついてますのでコンパクトに収納できます。で、さらにジップのところが水が入りにくいジッパーになってるので、すごく水とか雨とか入りにくくなってます。続いてはこちら、パタゴニアのストレートスカイジャケットです。こちらは H2 ノーと呼ばれるパタゴニア独自の防水、撥水、透湿性、耐久性に優れたジャケットになります。こちら素材も軽くてコンパクトになるジャケットで、様々なテストに合格したジャケットです。こちらの特徴はつばの部分が少し硬くなっているので、雨や水の侵入を防いでくれる構造になっています。ジッパーの部分も止水ジッパーで水の侵入を防いでくれるようになってます。続いてはこちら、コロンビアのクローバーデールインターチェンジジャケットです。こちらのジャケットはコロンビア独自で開発したオムニテックと呼ばれる防水透湿機能と、オムニヒートと呼ばれる体の熱を反射して保温してくれる機能がついた機能的なジャケットになります。こちら中のインナーをドット状にすることで体の保温力をさらに高めてくれます。そしてこちらですね、インナーとジャケット取り外しができるようになっているので、スリーウェイで着られるジャケットになります。機能性のあるジャケットをご紹介しましたが、メンテナンスも気になりますよね。こちらの専用洗剤を直接洗濯機に入れて洗濯をしていただくと、防水透湿素材の透湿機能を維持することができたり、撥水性を失った生地に撥水加工を再び施すことができます。以上、さまざまな機能性ジャケットのご紹介をいたしました。いかがでしたでしょうか。アルペンアウトドアーズではさまざまなアウトドアブランドを取り扱っております。ぜひお近くのアルペンアウトドアーズへご来店ください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。各店のインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではまた。